今日はアメピン4つでできる可愛い猫耳のヘアアレンジをご紹介したいと思います。まずはじめにこの耳より上にある髪の毛を適当に取ります。で、この顔の横を残したい人は残してください。こんな感じです。そのまま上げた髪の毛をくるくるくると3回くらい巻きつけます。このように猫耳のように可愛く出来上がります。それをピンで留めれば一つ耳が出来上がりました。反対側も同様にやっていきます。それでピンで留めればあっという間に完成しました。後ろの髪はこんな感じです。